皆さん、こんにちは。オプショントレード普及協会の森谷です。日経225マイクロ先物。日経225ミニオプション、えー。動くか動かないかを予想してミニオプションで戦う方法、えー。インプライドボラティリティ。IV の上昇下落を予想して戦う方法。えー、今回はですね、この戦い方のうち、IV の上昇を予想するときに取りうる戦略ということで、えー、ロングストラドルという戦略をご紹介しましたが、 これをです、ね、ダイナミックデルタヘッジ戦略ということで、えー、少し応用してです、ね、動くか動かないかという予想を超えてインプライドボラティリティが上がるか下がるかを取引するで今回はそのインプライドボラティリティが上がると思うときに取り入れる戦略ということです。はい。 えー、日経平均が動くことを予想する戦い方のロングストラドルの戦略なんですが、その、えー、戦略の、まあ、その2ということでですね、えー、入れ、まあ、ポジション取って、あとはもう相場の成り行きに任せるではなくて、途中の株価の上げ下げに応じて、ダイナミックにデルタヘッジを行う、そういった、えー、戦略のご紹介、ご説明です、えー。ロングストラドルを取るんで、アットザマネのコールを買う、アットザマネのプットを買うは原則です。で、その後、 相場の変動に応じてデルタヘッジをする。で、そのタイミングはえ、いろんなタイミングがあると思いますが、今回のこの戦略のご紹介では、毎日引けでデルタヘッジ。ですから、まあ、その日の相場3時15分、ね、3時10分で止まった3時15分の時点でヘッジをする。また、引、え、け、ー、が終わった後、デルタを計算して、えー、夕葉の寄りでヘッジするというのでもいいと思います。まあ、いずれにしても1日1回ヘッジするという意味です。で、ミニオプション使ってますから、 このデルタヘッジ使うには、マイクロ先物を使うということで、えー、マイクロ先物を使って、オプションと、ミニオプションと、マイクロ先物を両方使う作戦なんですね。で、デルタだけちょっともう一回ね、復習しておきましょう。デルタというのは今回ですね。まあ、デルタはもともと計算上はですね、原子産の変動に対するオプション価格の変化率を求める、求めたいがゆえに、計算した。じゃあ、計算した結果、それは、その権利公式価格に到達する確率だった。 そして、その確率を考えれば、そのオプションをヘッジするのに必要な原資産の数というのは、その確率で期待値通りの先物を当てればいいということがわかるので、ヘッジに必要な原資産の数量であると。最終的にね、先物化してしまったオプションというのは、先物1枚、あるいはミニオプションであれば、ミニを1枚当てなきゃいけないんです。しかしながら、まだデルタがそこまでいってなければ、その確率の数でいいはず。例えば0.3であれば、 えー、ミニ1枚当てる必要はなくて0.3枚でいいという考えが出てきます。で、ミニ0.3っていうことはこれマイクロ先物3枚分なので、このマイクロ先物を使ってそのミニオプションをヘッジすることができるということで、このデルタを見てそのマイクロ先物を当てたり、売ったり買ったりするんだという、そういったお話なんです。はい、えー。特徴とメリットですね。毎日方向性リスクが消える。デルタというのは方向性リスクを表しています。 ですから、デルタをニュートラルにする、ゼロにするということは、その方向性リスク、上がるか下がる、その動く、上がる下がるの予想ではなくなるということです。はい。そして、デルタ配置することによって、株価変動より利益を少しずつ固定していくことを意味します。オプションには、えー、どん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 時間的価値を失うという性質がありますから、少し動いたところで利益をどんどん固定していくことで、そのタイムディケイ、時間的価値の減少に、まあ、対抗するということです。 えー、大きく勝つのを諦めます。一方で大きく負けないようにする。もう一つ前の動画でね、大きく勝つ事例もあったけども、大きく負ける事例がありましたよね。これを、まあ、大きく勝たなくていいから大きく負けないようにするという、そういった狙いがあります。はい、えー。最初に申し上げたデルタヘッジ、今回は引け、または言う場の寄りと言いましたが、えー、どのタイミングでもいいと思います。はい。 さて、えー、まあ、この動画はですね、前の動画を見てることを前提としてちょっとお話してますが、えー、実際ですね、この2024年の3月8日の時点でスタートして、すごく動くと思ってたんです。ところが着地点はたった、えー、数百円上がっただけだったんですね。 ま、これ満期まで引っ張ってないんで、この時点では、え、4月1日まだこれ S q まで行ってませんが、ここでま、閉じたとしてえ考えるので、満期を手前にしています。この時点で見ても355円しか変動していません。さあ、このような場面で、実際、グラフ、あの、オプションの値段はどのように変化するかっていうことを見てみると、このような円になることが予想されます。 2020年3月8日の時点で39,500円付近にあるので、アットザマネストラドルは39,500のコールとプットを買うことになりますね。よって、えー、この39,500のところにもし止まった時には最大損失になるよということです。1750、えー、1 9 0円ですね。の最大損失が出ると。179,000の損失が出るという絵でしたよね。で、これですね。結局動かなかったので、動かなかったということはこの最大損失に近づくわけです。 ただ、このグラフのようにご覧ください。最大、最終的な形はこの青なんですが、組んだ瞬間から青になるわけじゃないですよね。組んだ瞬間は、まだその時点では、どっちがプラスもマイナスもない状態です。その絵を表しているのはこの緑なんですね。これ、ポジションを取った時の絵です。この瞬間で見ると、動かなければプラスマイナス0ですね。損益はありません。ところが、動くとですね、グラフがこのように上に持ち上がるという、そういった性質があるんですね。 そして、時が経過していくと、だん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 青に近づいていくという、そういったイメージで持ってください。つまり、動かなかった場合は、これがどん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 沈んでいくということです。で、実際今回の株価の変動というのは、下げて、上がって、下げて、ダーンと上がってで、あとは行ったり来たりして、最終的にはほとんど動かなかったという結果になっているんですよ。で、こういう場合、この途中の上げ下げをなんとかできないだろうかってこう考えたわけです。 何もしなかったら、こっからここに動いただけ。そして、えー、先ほど申し上げたように、重力に、がありますから、下がっていっちゃうんで、えー、動かなければ損失になるというだけなんです。それをもう少しね、分析的に見てみると、こんな風に説明できます。先ほどの絵と全く同じですね。最終形は、この V 字の青。ポジション組んだときは、プラスマイナスゼロ。ところが、株価が動くと、このように、 カーブしていくんですね。このカーブ。このカーブがオプションの、まあ、オプションらしさと言われるものです。つまり方向性リスクはゼロだったにもかかわらず、相場が上がり出すと、このストラドルというのは、デルタがどんどんプラスに変わっていきます。デルタがゼロからプラスになるんで、角度がつくんですね。で、その角度のつき方が、えー、まあ、じわじわ角度がついていくので、こういうカーブになるんですね。 逆に下がった場合はどうかというと、ゼロだったにもかかわらず下がるとデルタがですね、逆に右肩下がりの形になってくる。ですから、右肩下がりなので、まあ、逆に言うと左肩上がりというかね、相場が下がれば下がるほどプラスが出ていくような絵になっているわけです。このような、まあ、カーブ。これはブラック・ショールズモデルで計算するとこのようなカーブになるわけなんですけども、えー、ご覧のように上の方に、こう、カーブを生み出す力。 まあこれを、まあガンマなんて言い方をします。それ、まあ、覚えなくてもいいですが、ガンマと名前がついています。一方で、下に、最終的にはこの青になるので、青になるようにこのカーブが下に沈んでいきます。この沈み込む力のこと、これがですね、タイム理系、時間的価値の減衰。つまり、オプションの世界は、買ってる場合はですね、下に下がる力と、 相場が動いて上に持ち上がる力の実は綱引きだということです。このように、ここに書いてきました。情報屈曲力、まあガンマの力と重力、下に下がる力ですね。タイムリケー。まあ、この戦いだということなんですね。では、この戦いをですね、なんとか、これ全く動かなかったらタイムリケーでやられちゃう。動けば、 ま、ガンマがすごく力を発揮して勝ってくれる。これに動かなければ大きく負け、動いたら大きく勝ちにしたくない。というわけなんです。そこで、ちょっとグラフがですね、ごちちがしているので、よく目を凝らしてみてくださいね。この緑が最初の絵です。相場がですね、動く、その日に動いてるんです。これ、ここまで動くわけです。ここまで動いて、また、 翌日何もせずに戻った場合はこの黄色になりますから結局ここに戻ってきたんならここに沈み込むわけですね。これがいわゆるタイムリケイ。沈み込んじゃう。せっかく上がったのにもかかわらず何もしないで戻った場合はここになる。じゃあ一旦ここに上がった時にここでデルタをゼロにするわけです。その瞬間上がっても下がってもどっちでもいい形にすれば ここからまた元に戻る動きがですね、新しい動きになりませんかこの場所でこの青いカーブを作り替えるんです。この場所で。このせっかくここまで動いてくれて持ち上がったので、持ち上がった地点でまたこのようなデルタニュートラルにしてね、ここをスタート地点に持ち、リスタートする。そうすると、ここからまた元に戻る動きがですね、新しい動きに見なせる。そしてここに動く間に、 またタイムリケーが起こりますから、この赤に沈むわけですよ。そうすると、ここですよね、この場所。つまり、行って来いの動き、行って来いの動きの中で、何もしなければここに沈み込むのが、新しい動きにしたことによって、この曲がりがあるから、結局、ここで止まる。つまり、上げ下げの間にタイムリケーよりも少し利益が残る可能性があるわけなんです。 え、日経平均が動いた時点で、その都度デルタをゼロにしていくということを、まあ、ダイナミックにデルタをヘッジしていくので、ダイナミックデルタヘッジなんて言いう方をします。そのイメージ、ね、湧いたと思います。ってことはこれ、上がってデルタをゼロにするってことは、これプラスデルタになってますね。これ、右肩上がりとかデルタ、傾きですからデルタがプラスになってます。プラスになってるものですから、マイクロ先物を売ってあげると、プラスマイナスゼロになる。つまり、上がったら売る。 で今度は逆側いきましょう。下がったらどうなるかというと、デルタが今度は逆にマイナス、右肩下がりになってますから、マイナス。なので、ここで買ってあげる。そうすると、デルタがフラットになる。このように、上がったら売り、下がったら買い、みたいなエッジをしていくというようなイメージを持っていただきたいと、こう思うわけですね。まあ、いずれにしても、相場が動いて、この角度がつくという、このガンマの力をね、その場所で固定してあげる。そこでそれをまたリスタートにして、そこからの動きを新しい動きに見なすということです。 ただ、一点気をつけなきゃいけないのは、ここです。新しい動きになるんで、戻った時はいいですよね。ところが、この地点でもう一回上に行ってしまった時、つまりこれ何もせずに、いればね、この緑ですよ。ほら。何もしなかったら、この緑の角度で上がっていくのに、ここで一旦リスタートするんで、こっから上がり方っていうのは、この緑よりもちょっと劣後するんですよ。つまり、ずっと上がっていくような相場では、デルタイチしなければよかったになるんです。しかし、そこはね、 あの、最初に申し上げたように、大きく勝たなくていいんで、元に戻って大きく負けるのを防ぎたい。こういう戦い方なので、まあ、デルタ値しなきゃよかったっていうのは一個なしねっていう、そういったことなんですね。はい。ということで、相場が動いたたんびにデルタをゼロにする。これによって、また元に戻るという最悪な動きを、新しい株価の変動とみなして、そしてそれを利益に変えることができる可能性があるという戦い方を、えー、動きがなかった相場でも、 やってみようというのがこの絵です。ちょっとごちゃごちゃしてますが、実際、いいですかスタートはここ。一応出口はここ。残念ながら、ここからここ何もしなかったら横ばいだったんですよ。ところがよーく目を凝らしてみると、下がってんです一旦。そこからものすごい上がってんですよ。で、また下がって、一気にドンと下がってっていうような形を、上げ下げを実は繰り返していた。じゃあ、その過程を少しずつデルタを見ながら、毎回、引けで計算していきましょう。 さて、この、えー、と数字はですね、あの、若干この値がですね、マイクロ先物とミニの値で少しずれてるところがありますが、まあ、プラスマイナス5円ぐらいだと思ってください。実際にこの数字で戦略を検討しているので、この金額でマイクロ先物の,の値段を計算しています。終わり値とずれる点についてはご承知おきください。えー、イメージで考えていただきたいと思います。はい。えー、3月8日の時点で、えー、39,500のロングストラドルを組んだ。ミニオプションで。はい。 3月11日、相場が下がりましてね、38,505円まで下がりました。結構下がりましたね。で、この時のですね、えー、デルタを見てみると、ラージ換算でマイナス0.03ということで、これはですね、マイクロ先の3枚分ということですね。はい。えー、なので、これは3枚買うということをします。38,505円で3枚買いました。さあ、次。3月13日の日にですね、えー、また、えー 引けを、引けの時のデルタを計算すると、マイナス0.01でした。よって、ここで1枚のマイクロをまた買います。マイクロ先物を買います。そしたらですね、うまいこと上がっていってくれて、3月18日時点でですね、39,510に戻ってきた時にですね、デルタが0.04になってました。プラスですね。ということは、これは、4枚のマイクロ先物を売れば、0になりますね。そして3月19日。 少しだけ上昇したんですが、デルタが0.01になりましたから、ここでまたマイクロ先物を1枚売ってあげます。さあ、ここで売って売ってってやってるんですが、それよりも、でもまだ株は日経平均は上がっていきました。よって、3月21日時点で4万560円つけたときはですね、デルタが0.04のプラスになってましたんで、ここでまた4枚売るわけです。この過程ですよね、先ほど申し上げたように、上がって売って売ってってなってるんですが、これ売らなければもっと良かったとなるんだけれども、それはもう、 仕方がないと。その時その時、ここで上に上がるかどうかは分からないわけですからね。その時のデルタを調整していくだけです。そしてここで4枚売った後に下がるんですよ。そして3月25日、4万90円の時に、えー、デルタがマイナス0.02になりましたから2枚買ってあげるわけですね。で、27日、相場が戻りましたんで、えー、ここでデルタを調べたら0.02プラスでしたから、えー、2枚売ると。 そしてまたそれから株価が下がって翌日4万205円まで下がりましたので、デルタ計算するとマイナス0.01だった。そこでまた1枚買う。たまた株価が上がってですね、えー、3月29日には4万370円だったので、ここで、えー、デルタを見たら0.01出したから、1枚売るということで、えー、ご覧のように下がったら買い。下がったら買い。上がったら売り。上がったら売り。上がったら売り。下がったんで買い。上がったんで売り。下がったんで買い。 上がったんで売りという形で、まあ相場が上がっ、この逆張りでね、こうデルタをヘッジしていくというような、そういったイメージが、これ見て取れると思います。さあ、そして最後にドーンと下がってですね、最後4、4月1日の時点では39,855円ということで、クローズしたと。いうようなイメージでどうなるかを見ていきましょう。はい。さあ、これがですね、えー、デルタヘッジを繰り返したことで、どうなったかを表すグラフなんです。 スタートしたときにですね、え、これ4月1日時点のグラフなんですが、何もしなかった場合がこの、この紺色、これ。この、この紺のカーブ。先ほど見たように何もしなかったらこれにへ凹むわけですよ。この青はマンキーズなんで、これはまあ、あの、マンキー線なので、これは置いといていいとしてですね。この、何もしなかった場合ここなんです。で、デルタヘッジをしたことによって、この黄色なんですよ。デルタヘッジをしていればこの黄色ぐらいになっている予想だったんです。 ところが、実際の実績はこの赤なんですよ。つまり、デルタヘッジをしたことで、なんとか、先ほどに、落ちる重力と、持ち上げる力と、を、この黄色はですね、そこだけを見てるんですけど、まあ、ちょっとだけプラスとッが、まあ、ほとんど引き分けですよね。ところが、これ見ると、このように、少しだけ上に乗っかってる。 これはデルタ維ジにより小さな株価変動の利益を固定していきつつ、オプションのインプライドボラティリティ、オプションのですね、えーまあ、人気度というかね、ねオプションを、まあ、必要とする人たちが多くなって、オプション価格が上がっていった。そのような形でですね少しこう上に利益が乗っかっているわけですね。IV の上昇でプラスアルファの利益が出ています。えー、具体的に言うとこうですね、えー このインプライドボラティリティがスタートした時からですね、平均で1.375ぐらいの上昇が出てるわけです。スタートから。ですから、この IV の上昇によってですね、このベガというですね、指標から利益が出ています。で、ガンマとセータこのガンマというのは先ほど言った持ち上げる力です。セータはシータ、まあ、シータセータっていうんですが、これは重力ですね、下がる力です。 時間的価値として減価する力。よってこの二つがですね、ほとんどもうイーブンで収まっていると。そこにこのベガが乗っかった結果、えー、損益はプラスで出たということです。さあ、この時ですね、実際、えー、まあ、このようにですね、上げ下げを固定していって、利益を出すということは一体何してるかと言ったらですね、結局は、こうですね、IV、 インプライドボラティリティの上昇で戦うっていうことになるんじゃないのかということなんです。大きく動いて大きな利益を狙うとタイムリケーで大きく負ける可能性がある。だからそれをデルタヘッジにするよ、することによって、えー、下に下がる力と上に持ち上がる力をですね、なんとか引き分けに持ち込もうとした。あれ引き分けになるってことは、どこで利益取るのってことになりますよね。ってことは先ほど見たように、こうですよ。 インプライドボラティリティが前よりも上がっていることを利益の、まあ、源泉にしちゃおうよというところに話が行き着くわけなんです。ガンマとセーターはなんとか引き分けに持ち込む。えー、沈む力と上がる持ち上がる力は引き分けにな,なればいいんだ。引き分けでいいんだ。結局はボラティリティ、インプライドボラティリティ、オプションの人気度が上がるところを利益に変えればいいんだ。そこで皆さんぜひ、これはまあ違う動画でも説明してますが、インプライドボラティリティっていうのはオプションによっていっぱい数値を持ってますから、それをですね、 ま、あ、指標としてインデックスにしたものがですね、えー、日経平均 VI というのがあるんですが、この日経平均 VI を見てですね、今からボラティリティ、インプライドボラ、オプションの人気度が上がるか、それとも下がるかの予想にちょっと使ってみようよっていうお話で、えー、少しね、このインプライドボラティリティの変動を取りに行くっていうことのやり方をね、紹介したいと思います。さあ、えー、日経平均 VI、これは皆さんどこでもすぐにね、えー、サイトでも取れるデータなので、 日経平均プロフィール等をですね、えー、見て調べてもいいですし、えー、証券会社さんに日経平均 VI の指数、チャートありますから、それを見てください。さあ、これがですね、2024年2月9日ぐらいなんですが、えー、2024年2月ぐらいに18ぐらいそこを打ってですね、こう、ちょっと上に、こう、上がりつつありますね。上がりつつあります。これが上に上がるだろうという予想をするわけです。 日経平均が上がるか下がるかは、これは、まあ、なかなかわかりにくいが、日経平均 VI はですね、実は、まあ、この区間だけ見てはいけないかもしれないけれども、えまあ、16とか15とかがそこなんですね、大体。で、十八今回18で下止まっている。上に行く可能性が高い。下は値が限られている。さあ、ここで、えボラティイン IV が上がることを期待したポジション。先ほど言ったように、ロングストラドルを組んで、そして、えデルタをダイナミックにヘッジする作戦。 を見ていきましょう。はい。えー、その2月9日時点ですね。日経平均、まあ、原資産36,890円ぐらい。先物の,の値ですね。えー、日経25、まえー、先物の,の値です。ですから、ちょうどいい、アットザマネーというのは36,875のストラドルということです。はい。えー、コールが610円、プットが595円でした。えー、これだけの支払いをするわけですね。 まあ、ストラドルは先ほど最初に別の動画でも言ってますように、その払った金額より動くか動かないかっていうふうに、まあ、満期モデルではそう考えることできるけれども、今回のこのダイナミックヘッジでは満期まで持たないのでえ、ボラティティが自分の予想する程度に上がったとこで、えー、ポジションを閉じるということですで。よって、まあ、このポジションが有利に入れたかどうかっていうのは、ご覧ください。この IV の値が、まあ、比較的小さい、自分の中で低いと思っているときに、この14.8ぐらいのですね、 平均 IV、このオプションの持ってる、あの、さっきの日経均 VI はタイミングを測るだけで、それ以降はこのオプションのボラティリティ、この IV が上がるか下がるかを見るわけだけども、今回14.8ぐらいのボラティリティで入るというのは、これは比較的低いだろうという予想のものに入るわけです。そして、このボラティリティ、まあ、インプライドボラティリティ、IV、これが、ええー、上がると、いくらのオプションの価値になるか。 というのを示す指標がベガと呼ばれる指標で、えー、IV の変動によるオプション価格の変化量です。これ8.15って書いてるってことは、え、1ポイント上がると、IV が1ポイント上がると、8.15円上がるということです。この場合のこの、えっ、ー、と、グリークスはラージ換算ですので、えー、1000倍ですね、8150円のインパクトがあるという意味です。えー、このツールはそういう指標、あの、仕様なので、えー、これはご了承ください。さあ、これがどうなるか。実際、はい。 先ほどの日経金 VI 見ると、どーんと上がってくれましたね。まあ、日経金 VI 取引してるわけじゃないので、これは、あ、ボラティリティ、オプションの人気が高まったんだな、ということです。で、この、まあ、ボラティリティが上がった、IV が上がったところを利益に変えるということなので、えー、リスク仕様で言うと、デルタとかね、えー、ガマセータ、重力と、え屈、ー、曲力を引き分けに持ち込むということです。はい。さあ、ダイナミックヘッジをですね、えー、繰り返していきました。 2月9日に入ってからですね、2月16日までですね、結果だけ見るとですね、先見ると IV がですね、21.33、平均で21.33まで上がってます。さっき見たように、このオプションの IV は14.78でスタートしました。平均がね。それが21.33まで上がったので、なんと6.55ポイントも上がってるわけですよ。そして、えガンマセータはですね、デルタヘッジによってできるだけ引き分けに持ち込むと。いうことで、もし何もしなかったら、こういう、 青い、この、今度のところですね。こういう形に沈んでます。これ動かなかったら、これ沈んでます。一方で、デルタヘッジをして、もし、ボラティリティ、インプライドボラに変動がなかった場合は、この黄色です。ところが、IV がこれだけ上がってくれたので、この黄色よりも、もう少し上の方にですね、損益が出てるということは、これは、そのインプライドボラティリティの上昇が、利益を押し上げたということです。ご覧ください。ベガからの利益が、 損益分解すると5万円近く出てますね。この利益の源泉はほとんどが、この、えー、まあ、IV の上昇によるベガからの利益が多かったということです。まあ、途中ね、これだけデルタヘッジが結局、えっ、ー、と、まあ、大きくね、1日480円上昇したりとか、えー、 まあ、一気に相場が動いてましたから、このようにデルタヘッジすることによって、まあ、利益が出た可能性があります。それがこの黄色を表しているわけなんですけども、そこにインプライドボラティティの上昇が加わってですね、プラスになったと。いうことで、えー、まあ、ポジションのね、形を整理すると、こういう戦い方をしているということです、えー。オプションの価格の変化の要素は、すでにご覧のように、えー、デルタっていう株価が変動したときにね、 経平金が動いた時にオプション価格がいくら変化するかをダイレクトに示す指標がこれデルタでしたね。そして、えー、このガンマというのはさらにカーブを押し上げる力ですね。デルタを生み出す力と言ってもいい。それに対してセータは下に引っ張る力ですね。するともう一つがインプライドボラティリティというオプションのまあ人気度がですね、高まってくるときにはオプションのニーズが高まってくるときにはオプション値段がまあ上がると。 いうことで、それを示す指標がベガと呼ばれるものなんですが、このように、まあ、デルタとガンマとセータとベガというね、4つの、えーまあ、指標があって、これが表すのは今申し上げたように、原子さの変動に対する、えー、インパクト。えー、そして、上に持ち上げる力。下に沈み込む力。IV の変化。で、この時、さっき申し上げたように、実は、 今回は IV の変化だけで戦いたいということだったわけです。つまりデルタは消す。ガンマとセータは動いたところでまたプラスマイナスゼロに持ち込むことで事後的に消す。そうすればですね、タイムリケーで大きく負けることが少なくなる。残念ながら大きく勝つのも少なくなるかもしれないが、そこは平,、まあ、平準化していく。鳴らしていく。 そして最終的にはインプライドボラティティの予想で戦う。今回はインプライドボラが上がると予想して戦って実際インプライドボラティティが上がったので利益が大きく残ったわけです。こういった戦い方をしていく。それがダイナミックヘッジ。ダイナミックデルタヘッジなんですね。言うなれば方向性を消すだけでなくタイムリケーををッジするということができる。そういった戦い方だったわけです。このようにですね。 え、オプションで、まあ、デルタニュートラルのポジションである、ストラドルを組んで、そして、まあ、満期までほったらかす作戦というのはその1でしたが、その2としてはね、組んだやつを動いたたんびにデルタを観察して、そしてそのデルタをきれいにゼロにするような、マイクロ先物を売ったり買ったりするやり方をですね、自分がボラティリティが上がると思う、そのボラティリティの上昇の予想をするところまで引っ張っているそして、ボラティリティが上がったところで、ポジションを閉じると。そういったやり方も考えられるわけです。はい。 えー、この辺になってくるとなかなか難しい内容だと思いますが、オプションぜひですね、えー、研究していただいて、えー、こういったグリックスですね、ここまで、まあ、えー、研究対象にしていただけるとよろしいかと思います。はい、それでは以上にしたいと思います。